こんばんは、若松宗男チャンネルでございます。毎日ね、同じことを話してますけれども、ウクライナとロシアの戦い、いやー大変だね。これはこの戦いの中でね、このコロナの感染者 の数っていうんですかね、あのウクライナ非常に多いんですよね。戦う前からね、1日もう3万人とか4万人とかっていう、そういう状況の中でね、それでこういう戦いになって、まあいろいろね、この酸素不足だとか、ね、病院なんかも全部攻撃されちゃってるからね。いやーこれは本当にまあ人事じゃないですよね。結局そのね、いわゆる自由主義と共産主義とのせめぎ合いだからね。だから本当にそういう部分的なロシアとウクライナの戦いっていうね、そういう枠組みじゃないからね、今回の戦いは。だからなおかつね、このプーチン大統領の精神状態がどうとかっていう、それからね、すでにもうなんかモスクワにはいないんじゃないかっていうね、雲が暮れしてんじゃないかっていう、いろんなね、このまあ、ニュースがね、まあ飛び交わされているところでございますけれども、それからやっぱりこの国内、ロシアなんかの国内事情ですね。これはやっぱり大変なようですよね。だからそのプーチンをね、支えていた、そういうなんていうんですか、経済界のまあいわゆるその富豪っていうんですかね、そういう経済面で、支えていた人たちもですね、やはりもうなんていうんですかね、こうプーチンに対してね、もうね、これ以上なんていうの、今のまで突き進むのは良くないと、まあ、いうようなことをね言って、側近の方、まあだからある意味で側近の部類の方でしょうね、そうやって今まで支えてきてたわけですから。だからそういうね、近い方たちからもいろいろね、こうまあ批判を浴びたりしてきてるんだけれども、このなんていうんですかね、このいろいろ言われてるこの病状ですよね。まあね、あの本当にこの戦いでね、そのなんかすっかり変わっちゃった。まあでもここ何年間かね、やっぱりまあ変わってきちゃったっていうね、あの前のドイツのメルケルさんとかね、それからフランスのマクロン大統領とかもね言ってますけれども、これ結局そのね、あのいわゆる力でね、物事をその片付けちゃうっていうことだからね。そうすると本当にね、毎日の繰り返しになっちゃうけど、本当にこれね、真剣に考えないとね、まあ、考えたところでじゃあどうなるかっていう問題があるんだけど、でもやっぱり多くの方が認識しないとね、関係ないとかね、それは関係ないって言えば関係ないのかもしれないけどね、どうにかなりようしかならないわけだけど、でもやっぱりね、みんな一人一人ね、こうやっぱり、なんていうの、こう自分の価値観の中でね、まあ、時間を過ごしてるわけですから。だからやっぱりその中国の、今度は台湾の問題ですよね。この中国のその台湾、それから尖閣の問題ですよ。だからこの時ね、日本はどうやってこれまあね、いわゆる対処するかっていう、それといろいろとね、今のこの内閣の閣僚の方のあれですよね、こう力の具合ですよね。
その外務大臣の林さんなんかは本当にいろいろあれですね、指摘されてますよね、こう、なんか、やることがね、ちょっとタイムリーじゃないとかね、ちょっと、なんていうのかな、こう、いろんな面でね、なんか、このね、やっぱりこの、いわゆる危機の状況の中だからね、まあ、平穏な状況の中だったら、まあ、少々ね、まあ、なんかちぐはぐなことやっても体制に影響ないけど、今やね、本当にもうね、やっぱり前だけじゃなくてね、後ろだ、右だ、左だ、ね、全方向からね、やっぱりその状況を察知してね、それでやっぱり対処しなくちゃならない時にね、やっぱりなんていうのかな、こう、的確に敏感に対処する力のないやっぱり大臣はね、これは本当に問題ですよね。それと基本的にね、やっぱり二大政党っていうね、まあ主流と反主流とですね、これ二大政党がやっぱりある程度拮抗しないとね、やっぱり片方だけがね、ずっともうね、政権にが握っちゃうとね、本当にもうマンネリ化しちゃうしね、だんだんその一番はその認識が国民からずれちゃうからね、やっぱりこう二大政党でお互いにね、こう切磋琢磨してないとね、だからやっぱりまあね、その野党がどうだこうだこうだとかね、まあね、言っていたところで始まらないから、やっぱりもっとね、この表面的に野党がどうとかじゃなくて、もっと自民党の中、ね、自民党なんかもいろんな問題を抱えてるわけだからね。だからやっぱりそういう、まあ、関心を持つということだね。やっぱりこの世の中の動きに関心を持って、それでやっぱり選挙の時にしかるべき、まあね、に投票するということをね、やっぱり多くの方がね、これ認識してもらわないと、本当になんかちょっと、危険ですよ。本当に私はね、なんていうのかな、こう非常にこうこのロシアとウクライナの戦い、それから、まあ、プーチンのあれですよね、この精神状態ですよね、まあ非常に、懸念しております。まあ、またね、このコロナもね、コロナ感染も若干少なくなってきてるけどね、まだ油断はなりませんのでね、やっぱり世の中が非常に、なんていうのかな、浮き足立ってるっていうのか、そういう状況のようですので、やっぱり一人一人の方がね、まあやっぱり周りに振り回されることなく冷静にね、やっぱり物事を見ていくと、これが一番大事ですね。まあそんなことで、今後ともまた一つ、皆さんのいろいろコメントを、いただきながらやっていきたいと思います。ありがとうございます。